の動画を見てくれましたか？ブラスバンクチャンネルはクラシック音楽に興味のある人にもない人にも楽器の楽しさや生演奏ならではの面白さをブラスバンクを通して知ってもらおうとあれやこれやと試行錯誤しながら配信しているチャンネルです。今回の企画はチューバって曲の中でこんな動きしてたの。今日であなたもベースの虜。それではどうぞお楽しみに。皆さんおはようございます。ブラスバンクのありがとう水野と水木とレイ君とドイです。はい、今回はこちらの、愛知県のとある公民館に来てるんですけども、今日どういうことをするかと言いますと、チューバってあまりフォーカスされないじゃないですか普段。どういうことやってるんだろうって思うと思うんです。曲の中で私たち金管五重奏の中ではベースを担当してくれてて、ベースってすごい重要なんですよ。バンドでいうベースと一緒ですね。で、今回はそのチューバをフォーカスして一つ企画をやろうと思いまして。土井はベースのラインをやるっていうこと、メロディーを吹くんじゃなくて土井が普段吹いてるようなそのベースのラインを吹いてその曲が何なの。チューバらしいのを選んできた。チューバらしいところを吹く、で、土井に曲を3つ選んできてもらいました。その3つの中から多分私たちが知ってる曲なんですよ。クラシックですか？わかんないです、本当にわかんない。あ、わかんない。あの、一応土井に注文したのは見てる方もわかるような曲にしてくださいと言ってます。で、簡単なもの、普通ぐらいなもの、難易度の高いものという順番で3曲やってもらいます。いつも4人個別で対決するじゃないですか。でも今回は、ここでトゥ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 って線を入れてチームヤング。ことチームヤングとチームヤング、こっちのチームでチーム対戦です。対戦、対戦、頑張ろう。で、もしダメだった方はチューバの魅力を何か伝えればいいなと思うような罰ゲーム。チューバのために何か貢献するという。そうですね。例えばじゃあチューバフィーチャーした曲を書く。あ、編曲とかでもいいんですか。まあ、これはそう2人で考えてお互いにね。では普段チューバがどんなことを曲の中でやってるのかを一度聞いてもらいたいので、チューバがどんなことをやってるのか皆さんが本当によく知ってるあの曲、どの世代でも絶対知ってます、あの曲のチューバのベースのラインを聞いていただきます。お聞きください。普段聞いてねえな。さっきまで私のおった。ここで吹いとった。そう、これさっきやりましたよ。さっき合わせた。さっき合わせました。え、マジで？これデモンストレーションで。これデモンストレーションで。一応曲名聞きましょう。あの忍たま乱太郎の。これ本当に撮影だからそういうふりしてるの？いやいやいや。本当に怒らない。たたたたたらたたたたたらたたたらたたにこれが合うとこんな感じになります。ありがとうございます。こんな感じのチューバをやってるんですが、これ多分難易度高めです。うそ、高め高め、やべえ。ということで、ではそれでは早速やばい、こんな感じで問題は進んでいきます。なのでそれでは私も見えないようにしてくださいね。1問目のベースラインお願いします。テンポこれで、ベースラインを書いてくれる楽譜だなと思う。しかも中高生もすごい馴染みのある、うん、出版社ですよね、うん、
めちゃめちゃ大変。はい、それではじゃあせーので割と近めで出しましょう。はい、せーの、男の勲章。今日から俺は。今日から俺はって、あ、ドラマか。ドラマ全然違う。俺はゴリエのほら、チャ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 。じゃあ、次は分かりそう。次も中ばらしいなと思ったのと、多分、まあ、私の見てることを聞いてくれれば分かると。任せてよ。聞いてますよ。聞いてます。あ、でブラスバックではやってないけどね。え、どういうこと。はい、分かりました。じゃあそれでは、先ほど難易度優しい星1つだったんで、続いて星2つ、難易度普通ぐらいですかね。ではよろしくお願いします。Thank you.
途端さ、めちゃめちゃ張り切んだけど。さっきずっと何とか言ってたのよ。分かった。騒いでんじゃない。やめ、これは君たちには分かっといてほしかった。いや、全然余裕で分かった。分かった。多分3小節目ぐらいで分かった。でも、あずの君は怪しい。そう、俺聞いたことあんなっつって。あら、いや、やってるぞ、やってるぞ。やってるぞ。これ、これ、しっくりきたっつって。そう、でも、しっくりきた。あ、これだ、これだっつって。あの、3小節目の、もう降りてくる音、うん、あのコード進行で、あ、でよかったね。うん、そう。では、答え出していきたいと思います。せーの、ライオンキング。イエーイ、イエーイ、正解。正解、はい、これはもう正解。やった俺だけたどり着いてはないけど。はい、視聴者の皆さんどうでしたか、今回チューバの魅力を。どうです、普段こんなに耳をしますって聞くこと多分あんまりないと思うんですけど、とても面白い企画だったと思います、うん、はい、では私たちのポイントはアダルティチームが3ポイント、そしてヤングチームが2ポイントということなので、ヤングチーム、じゃあ近日中にあのチューバの魅力を伝えれるような何か企画でもいいですし、何か考えて提出してください。いいね、出して。ブラスバンク、先ほどのライオンキングなんですけど、私たちライオンキングを動画でアップロードしているので、そちらのライオンキングメロディライン、私たち4人入った状態もあるので、ぜひ聴き比べて、あーっていうのをぜひ皆さん実感してみてください。そんななる。いや、お前は誰。お前は誰。それではまた来週。めちゃめちゃ悩んでる。これどうやって答え、戦力ゼロで。いや、これかなと思ったけど、曲名がわからん。曲は分かってるけど、まあ、でもなんかそれに関連することを言ってくれればいいんじゃない。はい、それでは答えをそれぞれ。ちょっと待ってください。自分でも分かるんだ。すごいね。でも違うかもしれない。違うかもしれない。ちょっとこれ。なんで？いや、ちょっと見えない。絶対見えない、これ。